ープン戦でも注目された松坂、デスク初裏話、平成の回。この、の存在感をまざまざと見せつけられた1ヶ月となった。中日の沖縄、チャタンでの春季キャンプ。中日担当としてこれまで何年も取材してきたが、今年のキャンプは例年とはまるで様子が違った。朝8時半、選手が球場に到着するのを待ち受け報道陣が待機する。ここで姿がなくなった選手、2軍落ち、と新たにか。待った選手、1軍昇格、をチェックするためだ。いつもならばこの時間はまだファンもまばら。しかし、今年は違った。球場からサブグラウンドとブルペンの間に設置された投手ロッカーへと続く通路。その通路を挟むようにファンの列が何重にもなってすでに出来上がっていた。お目当てはもちろんテスト入団した松坂大輔投手を一目見るためだ。球場に松坂が到着するとファンのボルテージは一気に上がる。地の底から湧き上がるかのような声援と拍手に圧倒された。中日にも浅尾拓也投手のような人気者はいる。ひとたび即席サイン会を始めれば黒山の人だかりとなる。しかし、松坂へのファンの熱は少し違う。熱狂と言うべきもので、時に恐怖さえ感じた。実際に熱くなりすぎたファンが殺到して将棋だを。死になりかけたことも一度や二度ではない。まさしく、松坂フィーバー、だった。当初は専属広報もガードマンを置かないとしていた中日だったが、予想以上の状況に警備員二人を派遣。昨オフにユニフォームを脱いだばかりの新人の赤坂広報が、ほぼ、松坂に付きっきりとなるなど事実上の専属広報を務めた。松坂が移動するとそこに報道陣もファンも殺到する。そのため球場の周りを歩くのにも四苦八苦するほど。こんな経験は初めてだ。松坂関連のグッズは飛ぶように売れ再販を繰り返し、球場には99の背番号をつけたファンで溢れた。松坂効果は選手にも波及。キャンプ全体が活気に満ちていた。ある球団首脳は、何年も中日のキャンプを見ているけ。とこんなに明るい中日のキャンプは初めて見た。たった一人加わっただけでこんなにも変わる。なんて信じられない、と目を丸くした。一人いるだけで太陽のように周囲まで照らしてしまう。そんな特別な何かを松坂は持っている。それがスーパースターというものなのだろう。すでに入場料収入にも貢献しているという。シーズンシートはここ数年、前年比割れが続いていましたが、今、年はキャンプ終了時点ですでにトントンにまでなっています。間違いなく松坂選手のおかげです。秋の時点で来年のシーズンシートを断ってきたお客さんが、まだあるかな、と再び購入してくれたケースもあります。松坂選手を名古屋ドームで見たいからです。営業関係者。一連の松坂フィーバーでドラフト戦略も見直されそうだ。やっぱりスター選手が必要なんだということが実感として分かった。昨年のドラフトでうちは清宮、日本ハムに行かなかったが、これからはくじに当たる外れるは別として、その年の一番の選手に行くようになるのでは、球団関係者、何年も前から観客減が続く名古屋ドーム。一つの原因として、スター不在が叫ばれてきた。それでも手をこまねえて何もしようとしてこなかった。そんな中日が松坂和人の加入で大きく変わろうとしている。